こんにちは。ビートルズワールドニュースです。今日はリンゴスターがテイラー・スウィストについて語るをお送りします。リンゴスターはテイラー・スウィストのキャリアがビートルズを超える成功を収める理由について彼女が実際に自分の演奏を聴くことができるからだと語りました。世界的に有名なドラマーであるリンゴスターは ビートルズが1960年代に世界を魅了し、リバプールの無名の40層から世界的なメガスターへ変貌を遂げたのに比べて、テイラーの支配力について比較した。7月7日のリンゴの誕生日とピースラブイベントで、デイリーメール .com に独占的に語り、リンゴは 34歳のテイラーが、ジョン・レロン、ポール・マッカートに、ジョージ・ハリソンと共に達成した歴史的なマイルストーンを超えることができると信じていると述べました。もちろん、政治に上がると多くの人々が熱狂します。と、リンゴは言った。今の違いは、彼女は 自分が何をしているかを聞くことができるということです。我々はハウス PA を使っていたので、自分たちが何をしているのか聞こえませんでした。リンゴはテイラーを称賛し続け、彼女は素晴らしい人です。グラミー賞か何かで、彼女と彼女の母親に出会ったことがあります。 だから彼女を知っています。彼女は頑張っていますよ。と語った。テイラーがキャリアの次の数十年に入るにあたってアドバイスがあるかと尋ねられると、リンゴは、彼女は私のアドバイスを必要としていないと思います。彼女はもう十分うまくやっています。Thank you。と述べた。 ビートルズは1964年2月9日のエド・サリバン・ショーでのパフォーマンスが引き金となり、UK からアメリカに狂乱的な不安文化が広がったことから、ビートルマニアがアメリカで爆発しました。1960年代を通じてビートルマニアは、 彼らが人気を高めるにつれて追いかけられる熱狂的なファンの名前となり彼らが行き先々で群衆が追いかけてきました。エゾサリバン賞の出演前の数週間ラジオ局はバンドの音楽をほぼ絶え間なく流し不安は 彼らの到着に備えました。1964年2月7日にニューヨークのケネディ国際空港に到着すると、ビートルズは巨大な群衆に迎えられました。エゾスワリバン賞のパフォーマンスは15日間の滞在のメインイベントであり、全米で推定 7300万人の視聴者を集め、文化的な分水嶺とみなされています。この成功を受けて、バンドは後に1964年8月にアメリカとカナダの1ヶ月間のツアーを行い、初めてのスタジアムショーを開催しました。ビートルズは、 史上最も影響力のあるバンドの一つとみなされていますが、テイラーの進行中の驚異的な成功が競争相手になることは否定できません。先週、ペンシルバニア出身のテイラーは、ビルボード200アルバムチャートで自身のベストと大記録を達成しました。 日曜日にビルボードが報じたところによると、彼女の最新アルバム、The Tortured Poets Department で11週連続チャート1位を獲得しました。これにより、彼女は1989年とフィアレスが11週連続で1位を獲得した後、 最長の記録とタイになりました。もしこの大ヒットアルバムが持続すれば、彼女のアルバムチャートの最長連続記録となります。一方、テイラーはクレルサマーやフォートナイトなど合計12回のナンバーワンを持っています。これらのうち7つのナンバーワンは、 彼女のキャリアの過去5年間で登場しました。10月にはテイラーの収益性の高いエラスツアーが約41億ドルの収益を上げると報じられています。ツアーは2023年3月17日にアリゾナ州ブレンデールで始まり、2024年12月8日に カナダのバンクーバーで終了し、五大陸で152公演が行われる予定です。12月には60公演で435万枚のチケットが売れ、初めて10億ドルのマークを超えるツアーとなりました。その結果、テイラーは大規模な政策によりアメリカ経済に 数十億ドルを注入しました。ツアーに伴う大規模な移動、チケット販売、マーチャンダイジングの機会がスイフティーズの軍団に提供されました。過去1年間、テイラーマニアは34歳の NFL 選手トラベス・ケルシーとの高く評価された関係のおかげで 新たな高みに達しました。彼らはそれぞれの業界で非常最高の存在であり、昨年5月にロマンスが芽生えて以来、カップルは見出しを独占し、世界中から注目を集めています。ラブバードたちは現在、彼女がワールドツアーのイギリスとヨーロッパの ギューを続けている間に一緒に過ごす時間を最大限に活用しており、彼は7月21日にチーフスのトレーニングキャンプに戻る予定です。そしてテイラーの成功は彼女のファンであるスイスティーズが彼女の絶え間ないチャート支配と終わりの見えない TTP デ バリアントのリリースに疲れを感じているにもかかわらず衰える兆しを見せておりません。最近ではポップミュージックの熱狂的不安が彼女のレコードレーベルがチャーリー・ XCX のブラッドがイギリスアルバムチャートのトップに立つのを阻止するために戦術を取ったのではないかと疑いを抱いていました。 それ以前にはビリー・アイリッシュとテイラーの間に裏で摩擦があるという噂が広まっておりテイラーがビリーの Hit Me Hard ンソフ Soft と同じ日に2つの特別バージョンの DTP Day をリリースしたことがその原因でしたこの動きによりビリーのマネージャーであるダニー・ ルカシンは、テイラーが他のアーティストが輝くのを防ぐために全力を尽くしていると非難するスイーツを再共有し、その後削除しました。以上、リンゴスターがテイラー・スイーツについて語るをお送りしました。今日もリトルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも リンゴスターのインタビューについて掲載いたしますので、高評価、ビートルワールドニュースの他の動画へのアクセス、そしてまだチャンネル登録をされていない方は、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ハローグバイ。